これは。シャープ612、米5みたいな感じか。かけてみるか。これは？このままでいいのかな？あ、変わった。なんかいる、なんかいる。184733。どうしようかな。はい、皆さん、こんにちは。ジャオリンゴと言います。任天堂スイッチで遊べるダウンロードタイトルとか、PC ゲームを毎日実況しております。YouTube のチャンネル登録やニコニコのフォローなどよければお願いいたします。本作なんですが、僕もタイトルは知ってて、おそらく数年前ぐらいにスマートフォンでね、すごく面白いアドベンチャーゲームがあるみたいなね、そういった特集記事かなんかで見ました。その時もね、まあ、手軽で遊べて面白いよということで名前を知ってたんですが、まあ、プレイはしなくて、で、ちょっと月は巡って今回ね、スイッチに移植されたって感じですね。まあ、スマートフォンからの移植されるタイトルって、まあ、確かになくはないんですけど、全体を通してみると割合的には珍しいかなと思います。まあ、一億おめでとうございますというところで、本作なんですけど、奇妙な世界をね、電話をかけて旅するアドベンチャーということで、電話がね、そのちょっとキーポイントになってるみたいです。主人公の女の子ジルで、この緑色のね、電話の姿をしたのはグラハムっていうらしいですね。6桁の番号で電話をかけることで、奇妙な世界が想像されるというわけなので、電話をかけるってことがね、ポイントでしょうか。まあ、ちょっとやっていきましょうか。よろしくお願いします。まあ、なかなかそういった、電話っていうところがね、キーポイントになってて、まあ、世界観があってってところは知ってるんですが、あんま詳しいところは知らないんでね、楽しみですね。あと、マルチエンディングらしいですね。まあ、そこはアドベンチャーですね、さすが。お、すごいな。で、ドットのね、こういったグラフィックも結構魅力っていうところで楽しみです。スマホ版は確か500円ぐらいかな。本作もスイッチ版も1000円切ってるんで、かなりお手軽ではありますね。お、すげえ。行きましょうか。あと個人制作ってことで確か結構話題になってたかな。ツイッターで、僕のツイッターにもね、作った人のね、そのツイートも流れてきてましたけど。始まりましたが、なんかボタン押せばいいのかな。A を押そう。お、へえ、綺麗ですね。じゃあ、行きますか。設定、目覚める。多分目覚めるが始まるのかな。設定を見るか。こんな感じ。グラフィックなんかあるか。ああ。これですね。まあ、ライン入るか入らないか。結構レトロゲーム系にはあるんですけど、本作にもあるんですね。これか。お、すげえ。ここまでするとちょっと乙骨だから普通に戻しとくね。これ、ブラウン管モードらしいですね。ああ。今日はオフで。データ管理。まあ、言語は、まあいいでしょう。オッケー、それじゃあ行きますか。多分これはコレクト要素かなと思いますが、書庫ってありますね。とりあえず目覚める行きます。その他って何だろう。あ、え、マジで？何これ？ここから先はゲームの世界観を壊す可能性があります。よろしいですか？いや、嫌だよね。ちょっとこれはゲームやってからの方がいいかなと思うんで、まあ、なんだろうね。スマホ版とかでもプレイしてる人とかは開けてみてもいいのかもしれないんですが、とりあえず僕は今回はね、動画っていうこともあるんでね、やめておきます。じゃあ目覚めましょうか。いい加減目覚めなさいということで、今日はちょっと気まぐれに、あ、いや、一番上にしましょう。一つ目の記憶を呼び覚ましますか。はい。呼び覚ますっていうのが面白いですね。じゃあ、説明から。はじめに、このゲームは主人公のジルと電話のグラハムが協力して、閉じ込められた世界から脱出するアドベンチャーゲームです。というわけですね。データは自動で保存されます。へえ。アドベンチャーって結構なんだろう。自分で、その保存何個か作っといて、ルート作るみたいなのが定石かなと思ったんですが、オートセーブなんですね。で、グラハムはやっぱ電話なんだ。なんか電話の精霊とかじゃなくて電話なんですね。はい、6桁番号をかける。まあ、説明ですね。唯一現実とつながっている扉のある世界。ここから脱出するには鍵が必要です。電話を切ると元の世界へ。6桁の番号に電話をかける。あー、これで行き来するんだね。次行きましょう。アイテムです。気になる場所で使ってみると何かが起こるかもしれません。グリッチか。へえ。
電話をかけた世界に居続けると、グリッチが増え続けて、徐々に世界が崩壊していきます。へえ、タイムリミットに近いものか。最後に、知り合いにと電話を交換することで、より多くの世界を知ることができるかもしれません。様々な番号に電話かけて、それにしてる方の世界を楽しみください。知り合いね、何でしょうね。やってみましょうか。電話番号とかってどうやって入手するんだろうね。おお。さあ、来ました。もう動けます。じゃあ、ジルを操作しながらですし、物に近づくとちょっとこういう風になるのか。走ってどこまで行けんの、これ。おーっと、持たれた。じゃあ、とりあえず近くのものから。ランタンか。これパッケージというか、そういったところで持ってるやつですね。ヘリでなんか、あった。存在が不安定な空間を照らし安定化させる。安定化ね。これは。シャープ612、米5みたいな感じか。かけてみるか。これは？このままでいいのかな？あ、変わった。なんかいる、なんかいる。184733。どうしようかな。写真撮りつつ、ごめんなさい、今ちょっとメモ帳を開くんで、何かあったらそれに書くようにします。ちょっと待ってね。はい、すいません、お待たせしました。今ちょっと僕の周りを見渡したらね、3DS が転がっていたんで、ゲームメモを立ち上げて、なんとなくね、そこに手書きでメモを残せるようにしておきました。まあ、この意味がね、ゲームシステム的にあるかどうかわかんないんですが、なんか書くときのために用意しておきます。というわけで、このね、184733も書いておきました。なんか使うこともあるでしょう。こんな調子で、おーっと。走ったら変わるわ、変わるんだ。あ、うさぎうさぎ。話しかけられないか。お墓かな。誰かのお墓みたい。あれだね、調べられるときは、ん？なんだ？あ、電話を切ると戻るのか。そっかそっか。ちょっと待ってね。もう一回行っていいですか、あの世界。L でコールで。さっきはね、右に行きましたが、左はどうだ？うわー、怖っ。なんだなんだ。とても寒気がする。近くにいると吸い込まれそうだ。怖いですね。何でしょうか、こいつは。なんか左に行くとすごいな。どんどん世界がおかしくなってる。不気味な目玉がこちらをじっと見つめている。ちょっとこっち側はなんかカオスですね。どんどん調べるか。で、回りますが、こういった物体を調べられるのか。ペロ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 。変わった。かわいい。かわいいとか言ってるわけじゃないな、でも。X でこれが見られます。メニューですね。あ、ちょっと可愛くなった。どうだ、どこまで調べられるものなんだろう。ちょっと A ボタンを押すけど、ここは特に何もなさそう。割とマシになったかな。椅子です。炎かな。これでランタンが使えなくなると、ランタンを手に持たない状態か。ランタンはこれで十分効果あるみたいですね。椅子がないけど同じような場所が続いてる。他には。怖いね。なんか似たようなキャラクターがいる。その絵は何を見据えているのだろうか。目が特徴的なキャラクター多いですね。まあ、フィールドとかも含めて。おお、怖っ。ポストだ。
郵便ポストか。他には、高次元バチックなものがたくさんありますね。ちょ、映像が乱れておりますが、お使いの PC は正常だと思います。お、またこいつだ。花かな。で、左上の数字ちょっと徐々に上がってきましたね。ちょ、楽しんでどんどん歩いてますが、あ、また前も後ろね、フォントがあるところってあったけど、こことはまた別なのかな。これは柱です。一応調べられますが、特に何もないのと、すげえな、なんか。あ、ループしてるわけではないけれども。調べられるけどメッセージが出ない。怖いな。怖いけど何だろう。何を見てるのだろうか。意外と横っていけるんですね、どこまでもね。あと、ウサギがいるんだな、この世界は。お、ここら辺がなんか、これってもしかして、ぐるっと回った？いや、というわけでもねえんだな。枯れた花がありますね。たまにあります。なるほど。お、これは何ですか？謎の機械ですね。パーツが不足しているみたい。なんか意外といろんな世界あるんですね。お、扉だ。ここは鍵かかっているけど存在しない。ベッドだ。ふかふかベッドか。食器ですね。鍵がたくさんある。さあ、ちょっとなんか楽しくて滞在してたのはいいんだけど、そろそろちょっと荒れてきたな。一回ちょっと戻りますか。じゃあ、ここです。早速ですけど、まあ何をするかっていうわけでもないんですが、電話番号を一回削除して、これで？エンプティーでしょ？これで、一回、あ、ごめんなさい。R で、これ消して、純粋にさっき覚えた数字言ってみましょう。184733と。これでコールしてみようか。なんか起こるかな？おー、なんかどっか来た。古い形の電話機のようだが、何者かによって壊されている。これは何だ？サーチデバイス。サーチデバイス。かっこいいね。電話を強化し、番号によって生成される世界を先読みできる。へえ。ここでは使えない。まあいいや、覚えておきましょう。グラハム。ん？ああ、似てるね。確かに。のような雰囲気を醸し出している。なんか喋っている人とかはいないんですかね。おー、なんか怖っ。お、何これ？待って、間違った。ちょ、間違ったら本当に申し訳ないです。俺ってじょうろでいいのかな？お、そうだよね。何も起こらない。これで花に水をあげたりとか、そういった発想でいいのかな？お、長。曲がってるし。またちょっとこの世界を歩きますが、ウサギがいますね。なんだろうな、あ、ここら辺とかどうだ。やっぱりダメか。外が見えるね。月はまだ昇っていない。お、何これ。何の絵だろうな。
電球がない。はいはい。これは食器棚ですね。さっきも同じようなのありましたが。あ。入れそう。シャッターが閉まってる。うん。ひたすらこう横に動いていくんですね。あとは、うん。ループしてるか。オッケーオッケー。これが謎の機械でしょ。で、標識あって。怖い。まあ、さっきもこの人はいたはいたよね。お、ここら辺でどうですか？上路とか使えないかな？やってみるか。そっちにやっちゃいます。あ、その花にも効くんだ。ここら辺で。お。お、夢があった花は何？こう手渡してきた。青い花。あー。ちょっとね、アイテムとして入ったかな。ここでは使えない。ありがとう。ちょっと待って、なんかメッセージ他に出た気がする。まあいいや。とりあえずアイテムもらいました。また枯れたところがあったらやってみたい。元気だね。なんだろう。あと、例えばこういうところでさ、ジョーロ使ったら、あ、関係ないか。火消してどうするって話だもんね。あ、消えるんだ。へぇ。さあ、歩きます。怖っ。お、手に入るんだ。あと、これは何ですか？むやみに振り回すと危険。おお振り回してくれるんだ。やっぱなんか切断するときですかね。さあ、上路もらったところまでループしたか。なんかその感じよくまだ分かってないんですね、正直な話、僕。これは柱でしょ。なんか法則とかあるのかな、このワールドの生成みたいなところに。これはなんかあります。まあ結構アイテム手に入ったよね。一回戻るか。はい、じゃあ戻ってきました。まあこれは扉ですね。そういや調べてなかった。固く飛び閉ざされているので鍵が必要ですね。じゃあアイテム結構手に入ったかな。うん、となるとまあやるとすれば、ちょっと待って、コールをして、ちょっと待って、電話帳があります。あ、書き込めるんだ。へえ。一回これ消して、他に何かあんのかな。ショコでしょ。ショコは違う。オブジェクト。何これ。あー、出会った人か。出会った人とか調べたものだね。その一覧だ。いろいろあるんだね。例えば、ここを調べると、あ、なんかアイコンがある。あったものか。で、しまったな。僕、さっきの番号忘れちゃった。お、やべえ、どうしよう。これ、まあ、覚えてる番号はいいんだけど。まあ、何をどうするってわけでもないか。あ、そうだ、ちょっと待って。せっかくアイテムも手に入れたんだから、ここら辺とかは。これは使えない。はーい。あとは、うん。どうしようかね。
ロイヤルと戻ります。まあ、今のところごめんなさい、最初の番号、まあ、動画とか見直せば大丈夫なんだけど、普通に何もしなかったんで忘れてしまいました。仕方ないからまた184行こう。184-733とか書き込めるか。はい、おそらく入る世界は同じだよね。あ、戻せるんだ。へえ。なんか誰か番号言わないかなっていうところですよね。よし、じゃあまあずっとそういえばここ入ってから左側行ってたんですけど、まあ右側行ったりしてもいいかなと思うんで、まあそんな感じでちょっと進めていきたいと思います。じゃあ、まあどこが区切りっていうのもちょっと難しいんですが、今日はね、まあそこそこアイテム手に入れて、多少世界をね、歩き回ったところで一旦終わりにしていきましょうか。まあそんな感じでちょっと続けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ最初に言ったようにスマートフォンで出てたアプリがね元なんで、そっちでね気になる人はやってみてもいいかなと思いますが、ちょっと追加要素とかそういった差があるのかあんま調べてないんで、まあ気になる人は調べてみてください。まあスイッチということで、携帯でもね結構ハンディにできるんで、どっちでやってもね、便利だとは思いますが。じゃあ今日はね、早めではあるんですけど、これでぐらいで終わりにしたいと思います。よかったらまた見てください。さようなら。